私の名前はみこと。今日は彼氏のヤマトと山梨県に来ていた。すごい、あれが縦穴式住居？ひひ、縄文人たちはすげえんだぜ。え、ヤマト縄文時代のこと詳しいの？え、おお、確か狩猟民族だったからな。村を作りつつ定期的に移動していろんなところで狩りをして、その時不敵な笑い声が聞こえてきた。そこに現れたのは縄文人だった。全然違うな。移動しながらこんな村を縄文人は作っていない。彼らはここに腰を据えて彼らの縄文らしい暮らしをしていたんだ。え、誰？ここ現代だよな。いつの間にタイムスリップしたの？私たちはその縄文人に連れられて縄文時代のレクチャーを受けることとなった。自己紹介が遅れたね。俺の名前は正幸。この村を管理している。よかった、現代の人だったんだ。よかったのか？この現代で見た目がもろ縄文人だけど。まあせっかく来たんだ、縄文時代のことを知っていってくれ。さて突然だが、ここで問題だ。縄文時代は次のうちどれくらい続いたでしょうか？ A 50年 B 100年 C 500年 D 1000年。確か江戸幕府が数百年続いたから。正解は、全然考えさせねえじゃん。 E の1万4000年。いやずる、せめて選択肢に答え入れろよ。でもすごい、そんなに長く続いたんだ。長く続いた時代は数多くあるが、この縄文時代はトップクラスで長いんだ。それだけ縄文は最高の時代だったのさ。最高の時代って、カッコつけたがるヤマトはこういう時反論する癖がある。人間って基本的に争いばかりの歴史じゃん。絶対そんな昔の不便な時代平和に続くなんておかしいよ。絶対あっただろ、奪い合いとか争いとか。いい視点だな。じゃあこれを見てみろ。え、正幸がヤマトに差し出したのは人間の頭蓋骨だった。うわあ、コンプラコンプラ、削除される、チャンネル終わる。落ち着け、実物を元にしたこれはサンプルだ。で、どう思う？どう思って怖えよ、頭蓋骨だぞ。恐怖以外の仮想ねえよ。え、待って、ただ私はあることに気づいた。その頭蓋骨がとても綺麗なことに、全然欠けてないし、人体模型そのものって感じ。いいところに気づいたな。そう、縄文時代の骨の特徴は綺麗なんだ。戦争などで負傷することがほとんどないから。出土する人骨がほぼ欠損していない。そういうことだ。そして私たちは正幸に案内されるがまま、縦穴式住居の中にやってきて彼の作る鍋を食べることにした。いい感じに煮えてきた。今日はごちそうだぞ。へえ、縄文時代にもこんな本格的な鍋食べてたんだ。へえ、栗や木の実に肉、どこから調達してんだ？いい質問だな。この辺には木の実や栗が豊富で栽培に力を入れている。肉も狩猟許可のある地域でちゃんと飼ってる。すごいな、スーパーとかなくても本当に食生活が自給自足できたんだ。って言っても何やるもんばっかだと腹壊したり。だからこそ加熱処理が大切なんだ。これも1万4000年続いた立派な理由だぞ。そっか、この時に食材入れて火にくべれば、まあなんとかなるか。これに土器があるから食器や保管用の道具にもなる。確かにこれがないと全部地面に置いて生で食べるってなったらちょっと怖いかも。
それに自分が必要なだけ取ってくれば争うこともないしな。そもそも島国だから他の大陸から襲われるリスクが低いし。見ろ、この城門吉が楽しそうに食っている顔を。人形なの突っ込んだ方がいいのかな。これはもうスルーしよう。なんか幸せそうだし。でもこういうのってさ、リーダーとかいるもんじゃねえの。ああ、確かに独裁状態とかに。城門吉たち一族はそんなことはない。見ろ、みんな仲良く身分もないから独裁状態にもならない。長老的なポジションはいたみたいだけどな。他にも別の住居には病人を看病している縄文人もいた。病人が出たら家族でなくても看病をする。というか村人一同が家族みたいなもんだ。一つの住居に5、6人、血がつながっていなくても暮らしていたと言われてる。へえ、今でいうシェアハウスって感じか。なんか素敵だね。絆がある。血がつながってなくても本当の家族みたい。絆ね。まあ聞こえはいいけど、なんか退屈そうというか。こんな不便な時代、やっぱり楽しくなさそうじゃね。ミコトもおしゃれとかできないじゃん。ふっふっふん、果たしてそうかな。あ、マサ君、お客さん。そこにやってきたもう一人の縄文人はたくさんのアクセサリーを身につけていた。そうそう、ちょっと縄文時代の解説をな。そうなんだ、私マナ。ゆっくりしてってね。めっちゃおしゃれ。え、すげえ、何がどうなってんだ。これかわいいでしょ。全部手作りなんだ。これはイノシシの牙で作ってるし、このピアスは土製。あ、欲しい。私も作ってみたい。いやいや、こんなの絶対難しいって。いいよ、やろ。やるのかよ。私、くさみのワークショップとかしてるから、こう見えて教えるの得意なんだよ。へー、すごい。確かにこの模型の人たちもアクセサリーとかつけてる。意外とおしゃれなのか。縄文人はクリエイターばかりだぞ。アクセサリーだけじゃない。土器の装飾も縄文時代はよく考えられている。とても美しい。すげえけど、なんでそこまで。さっき君も言ってたじゃないか、楽しくないんじゃないかって。娯楽は人生を豊かにする。それは縄文時代だって同じさ。へー、悪くないかも、縄文時代。それから私たちは4人で外を歩いた。なんか分かってきた気がする。1万4000年続いたわけ。安全でうまい飯も娯楽もある。身分はないから争いもない。これなら永久に続きそうだな。1万4000年どころじゃなくてさ。確かに、お米もここから作られるんでしょ。どんどん発展するじゃん。のっほっほ、そうだな、永久に続く。もしそれならよかったんだけどね。そうはいかないのが時代だよな。その時マナは少しだけ寂しそうな顔をした。何がダメだったんだよ。さっき言ってた米の話だ。あっちを見てくれ。あそこには弥生時代のコーナーを作っている。そこには縄文の遺跡とは異なり、田んぼで米を作っている人たちがいた。なんか弥生時代雰囲気違うな。確かに、なんか苦しそう。ここも結構こだわって作ったからな。あそこを見てくれ。縄文時代には大きな身分の格差はないことが特徴だったけれど、あそこの弥生人はどこか偉そうで権力的な何かを感じた。あの人はこの村の指導、弥生指導を組んだ。こいつの指示の下でみんな動くんだ。この時代から支配する人、される人の関係ができてしまったんだ。ごめんね、マサ君、あんまり名前のセンスないから許して。それは薄々感じてた。そしてまたこれを見てくれ。これ、マサユキがまた渡してきたのは頭蓋骨だった。だからやめろ、怖えんだって。あ、ヤマト君、これ。あ、そんな。気づいたか。そう、欠けてるんだ。理由はわかるな。
うん、なんかあれ、思いっきり争ってるね。まあ、争ってる。稲作でできた貧富や身分の差、内部の抗争もあったし、稲作で資源や場所を使うから、それの奪い合いもあったってことか。そうなんだよね。なんか悲しいよね。発展すればするほど身分や格差ができて、いい時代にしようとしてたはずなのに、争いが起きちゃうなんてさ。今の時代と何も変わっていないのさ。縄文人の方がよっぽど賢い。みんなもっと縄文時代のことを知ってくれたらいいんだがな。でも教科書で授業は。ああ、気づいたか。記憶の中で縄文時代のことを学んだ量はほとんどなかった。あんなに長年続いた時代なのに、あんなに勉強量少なかったの、おかしい。そうなんだ。一時期はカリキュラムから縄文時代そのものが消えてた時もあった。さすがに学者たちは抗議して、なんとか今の形になったんだけどな。だからこそ俺は。できることを続けるだけさ。あの人すごいね。縄文時代の暮らし、ここまでして伝えてくれるなんて。それだけじゃないよ。この遺跡、どう思う？縄文の縦穴式住居のとことか。どう思うって、まあ、よく保存されてるなって。綺麗というか。と思うでしょ？実はね、この村、マサ君がほとんど一人で作ったの。作った？いやいやいや、これ当時の遺跡じゃないの？昔はあった場所なんだけど、さすがに現存してなかったから、マサ君、すごくすごく時間かけてこの村を作り上げたの。衝撃の事実だった。それだけじゃないんだよ。私たちの結婚式ここでしたんだけど、これ見て、当時の婚礼の儀をイメージしたナイフ、マサ君数ヶ月かけて作ってくれたの。結婚のレベルが高すぎる。でもすごいな、ここまでして当時の文化を大切にするなんて。マサ君、本当に長年続いた縄文時代をリスペクトしてて、そんな縄文時代の大切なことが今を生きる人たちにつながればいいって、そう思ってるみたい。なんかすげえな。考えてみれば、西暦が始まっておよそ2000年ちょっと。日本だって第二次世界大戦が終わって100年経っていないのが現状だ。さっきも言ったけど、戦争の理由って弥生時代からほとんど変わってなくて、いろいろ発展したからこそ生まれちゃったものなんだよ。でも今更こんな時代に戻るなんて。まあ確かにそれは難しいかもだけど、人って本気出したら1万年以上争わなくて暮らせるんなら、それなら人類の未来もまだそんなに暗くないかもね。ミコトはだね。分かってくれて嬉しい。じゃあ2人とも私たちと一緒に暮らそうか。ほらこの野草おいしいし。わあ楽しそう。ヤマト君、暮らそう。仕事やめよ。ミコト、目を覚ませ。今の文化も忘れないでくれ。長年続いた縄文人の争いのない時代の大切なこと、それを少しでも伝えていけたら、人類の未来もまた変わっていくのかもしれない。話聞いて。せめて電気とガスと水道は欲しいよ。